視覚に障害があると音から得られる情報ってとっても大切。地下鉄の音声案内に関する取材を受けました。2022年9月29日木曜日18時40分過ぎから HBC 郷土記モンスケ調査隊に登場します。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。道外の皆さんはコメント欄を見てねー。